はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーのアンダーライブのところになってますけどね、しょうもない飲み玉をつけております。ピースさんでーす。お疲れ様です。はい、どうも、お疲れ様です。さあ、ピースさん、今日はね、あ、なんか、あれでしょ、ちょっと違うでしょ。違うね。違うよね。何が違うか、あの、室温が違う。結構涼しいよね。涼しい。いやー、うちにね、白熊くんが入ってまいりましてね。いやー、ほんとも念願のエアコンが、こりゃいいね。1年ぶりぐらいにね、冷気が帰ってまいりましてね、まあ、今まで P さんも汗かきかき動画付き合っていただきましたけども、ほんとにありがとうございました。とんでもない、ね、これからは涼しい環境で、まあ、そろそろ夏も終わろうかというところではございますけども、ご苦労様でございました。これから涼しいですよ。涼しいです、はい、でそして私事なんですけどもはい、はい、先日ですね、コロナワクチン2度目行ってまいりましてですね、お店の方を連休いただきまして、いやー、連休もらっといてよかったね。ちょっと副反応の方強く出ましてね、はは、打ったその日っていうのはそんな大したことなかったんですよ。で2日目はは、まあ、ちょっとね、熱が38度ぐらいまで出まして、まあ、家で半分ぐったらぐーたらしておりました。まあ、これ一緒に打ったキツネ娘も同じような反応出てて、本当家でボケボケしてましたけどね。まあ、おかげさんで、まあ、今日は元気にしてるみたいなんですけど、はいはいはい、で、あとうちのかみさんも一緒に打ったんですが、かみさんの37度5分ぐらいまで熱出てたのかな、ピンピンしてて、なるほど、まあ、だからまあやっぱり個人差があるもんなんだなっていうのをね、改めて思いましたよ。だからまあ皆さん2度目の接種あるときは、まあどっちに触れるかなんて分かんねえから、うん、まあやっぱり休みの余裕は取っといた方がいいんじゃないかな。僕なんかもこんなおじさんそんな副反応出ねえよって言われてたけど、うん、結構強めに出ましたんでね。なるほど、うん、そっか、うん、じゃあ僕もほら来月ね、うん、予約1回目なんですけど、うん、来月の1回目打って、2回目はじゃあちょっと次の日も、うん、まあね、だって1回目だって分かんないよ、ね、だって、いや、そうでしょ、もう休み取れるんだったらちょっと次の日もちょっと予備でみたいなね、うん、で2日目っていうのは特に強めに出るみたいな話もされてるから、まあ P さん多分ね、もう見た目も老人だから、ええ、そう、見た目も老人ってそんなに副反応強く出ないと思うけど、出ないかな、うん、まあ俺なんかほらね、鍛え上げた体でフレッシュだからちょっとね、強く、ああじゃなくて、なるほど、まあ、うん、個人差の問題だと思うからね、まあまあ、すぐ、昨日もね、まあ、一日寝てたら、まあ、すっかりこの通りですんで、で飲んでるしね、まあ大丈夫じゃねえのって、なるほど、なるほど、まあ、うちの義理の、妹がいるんですけど、うん、ちょっと疾患を持っててね、はい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 、うん、でも昨日かな、うん、2回目コロナワクチン打って、うん、でも今日聞いたらそんなに副反応は出ないっていうふうには言ってましたんでね、だから人によるんだろうね、それぞれですよ、ね、もう、うん、まあそんな感じですよ、なるほどね、まあまあでも打っとった方がいいじゃん、やっぱり、まあまあ、これから ね何をするにもこれからっていうのはありますんで、ですよね、そうですか、なるほど、まあ、なかなか若手もね、予約を入れてもちょっとね、予約が取れないみたいなこともあるらしいのでね、ちょっとまあ、これからちょっと若手が頑張って ね打てる人は打てた方が、うん、とは思いますけどね、まあ、なんか、まあ、そんなんで、ワクチンなんかを接種して家でのんびりしましょうかみたいなことをやって、家でテレビなんかを見ててですね、かみさんと狐娘とぐーたらテレビなんか見てますと、まあ、ニュースでね、まあ、面白いニュースがあったんですよ。なんか田んぼの用水路にね、こう用水路に落っこちないように鉄板がいっぱい敷き詰めてあって、その鉄板が根こそぎ100枚単位ぐらいで盗まれたっていう、ニュースがありまして、あ、いや、そんなん盗んでどうすんのみたいな、
ことではありますけど、まあまあそれはね、今鉄とかの金属類が値上がりしてるから、うん、これはもう盗んで売りさばくんだろうなというようなことでしょうね。はあ、でその田んぼに入るために用水路にね蓋がしてあるっていうのは、まあまあ車が起こったりしないようにとか、はい、田んぼに入るこう農機具なんかのね、その渡るのにさ、とても大事な鉄板ですよ、はい、そのね、敷き詰めてあった鉄板をさ、でそれも一枚一枚はね、大人一人じゃどうにも持てないような、こんな、なんかリポーターの人がさ、こんな鉄板だったんですよねなんつって持ち上げるのに、一人じゃええみたいなやつを100枚単位ぐらいで盗まれてると、はいはい、これでもいやすげえなーと思ってさ、うん、まあ、金属がいかに値上がりしてるといっても、そんなおっさんが一人では持てないようなもの、うん、2人がかりでもどうかなと。いや2人でもさ、いい加減2枚3枚ぐらい超えてくるとうんざりするようなねえ、それなどうやったのって、トラックで一晩中かけて100枚200枚、ってどんな組織力いやすげえなと思ったんだけどさ、いや鉄がいかに値段上がっててもさ、俺合わねえ犯罪だなと思って、あ、もうバカバカし真面目に働けやっつって言ったんだけどさ、鉄が何本もするんだよっつって言ったのよ。そしたらかみさんがさ、いやこれあれだよ、多分銅の鉄板なんだよ銅の鉄板って言うのよいや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 、あの奥様お言葉ではございますけど、あのその場合銅でできてるものは銅板でございますなんで農業用水路に銅でできた銅板をっていうか、銅で作ったら鉄板ではないっていうとにかくうちの奥様としては、ま、鉄よりは銅の方が高いんだろうというその薄い知識を突っ込んできたというね。いやー、ほんと思いついたこと何でも言っちゃう人なんだなと思って銅の鉄板ってもう意味わかんないいや面白いなと思ってね、うん、あのハイブリッドだ、うん、ハイブリッドだったね。まあまあね、だからあのちょっとそのきっと盗むための理由として、うん、高価な鉄板であってほしかったというね。あ、まあ、銅が混ぜてあれば確かに高くなるので、はいはいはい、まあなんだろうね、その蓋としてはあんまり銅はね柔らかい柔らかいから、ね、あんまり役に立たないような気がするんですけどいやうちの神さん相変わらず面白いなっていう、ね、話でしたけど。でもあれなんだって、うん、あの相模原の方でも、うん、あの団地のさ、はいはい、あの蛇口ね、あの公園のさとかさ、こそぎ持ってっちゃう人っているらしいからね。なんかだからね、金目のもの金属類をなんとかして持ってってって言ってもさ、どうだろうね、それをさお金に換える人たちがいるわけでしょ、うん、でももうこれ本当組織的なもんだよね。でしょうね。だってさ、そんな鉄板いっぱい持ち込まれたりとかさ、ああ、うん、蛇口だけいっぱい持ってこられたでしょ、これさあれやんねえそうそうわかるけど、あ、だからあれじゃん、いやいやいや取ってこいよっつって指示してる人たちがいるってことだよね。ああ、うん、もうもはや、うん、その組織だったらね、もう組織的に、うん、もういやあそこの持ってこいよとかさ、うん、これ持ってきちゃったの、うんじゃないじゃん、うん、もう完全にもうね買い取る方があれ持ってこいよって感じだから、うん、これはだからおまわりさんとかもなんとかそういうのさ、盗む方の取り締まりじゃなくて買う方をなんとか取り締まりできないもんかなと思うよね。そうね、うん、これ地味にさ結構迷惑だよ皆さん本当に、いや本当そんな感じだと思うけどな。本当だよね、うん、あとまあここのところの飲み動画でいけばあれだね、 あとパラリンピックのとかなんかどうですか、見てます、パラリンピック。あ、見てます見てます、あの普通のオリンピックよりかなんか見ちゃってるかな俺。あ、そう、うん、いやだってなんかさあの、うん、ラグビーとか面白いじゃん、うん、いや俺はねちょっとあの、いやパラリンピックのあり方としてはちょっといろいろとこう会議的なねあの見方というかね あったんだけど、俺いや面白いなと思ったのはあのパラリンピックの車椅子ラグビーじゃねえ、あ車椅子バスケットか、うん、
バスケも面白いね。あれすごいね、あれ普通にあのオリンピアのスポーツとしても見れるなみたいなさ、すごいね、っていう感じではあるけど。